いた場所に誰かいる。このチャクラすごく嫌な感じがする。ならもっと急がないとね。彼の風はここまでかしらね。ちくしょう。カイ、精神パワーマックスでみんなのところへ行くぞ。いい、テンテン。誰だあいつ。そういうことか。あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してました。こいつがカブト。ちなみに嫌な感じがしたのって、それとも。サスケから離れろ、このインテリ野郎。どうするつもりだ、オロチマル。カブトにサスケで、カブケかサストだか知らないけどさ。てめえがサスケをやったんだな、この野郎。水月、僕はもうそんなことはしないし。サスケのチャクラかすかに感じる。カブト、あんたがサスケを。僕の医療忍術と研究し尽くしたあの柱間細胞。そういうことだ。私が最も尊敬する二代目ホカゲ、あなたがここにいるということは。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。なんかさ、中身まで変わった。つまり己自身を見つめ直し。サスケ、その思いが痛烈に僕の心を貫いてきた。その通りだ。だがもう自分が何者か分かっている。そして己が何をすべきかも。増援が来たところでお前らはただの砂利。今さら何もできんぞ。奴がまだは。ガイのおかげで。いや、そっちじゃなくて、奴には戦術しか効かない。体術による物理的ダメージ。あなたの体術しか今は手段がないということか。正直戦術は苦手でね。その上今は因が組めない状態だから。つまり今この青き猛獣の出番ということになるな。八門遁甲第七教門。八門遁甲、指紋の一つ前か。まさかガイが八門遁甲を。ガイ、キルドア。黒い玉に体当たりしつつ。探し砕いよ。はい。クリ。ガイ先生、大丈夫ですか。テンテンはどうした。大丈夫か、ガイ。ああ、右腕と肋骨が数本いってる程度だ。奴は強すぎる。待て、カカシ。望みを捨てるな。ガイ先生。ガイへの挑戦がそうだったようにな。そうだ、カカシ。お前。まさか。この葉も青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。まさか最後の指紋を。君の父上だって。いいえ、俺が望んでいるんです。いい、そんな顔するな。お前は俺によく似てる。今じゃ天才エリートカカシとの勝負でも勝ち越しているほどだ。それがお前の人道だろう。いい目標じゃないか。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。父さん。息子よ、存分に探せ。ないよ。探し続けるのだ、ガイ。その努力が報われぬわけがない。はい、マイトガイ、マイトガイ。パパ、ごめん、ごめんなさい。諦めるな、ガイ。目をそらすな。きっとある、きっと。応援してくれたパパのためにも。それにしてはもうヘトヘトじゃねえの。ガイオ、頑張れ。230。パパ。ガイ、バカ野郎。だから謝るな。己の努力を謝るな。お前は自分ルールの使い方を間違えている。ただの願掛けだ。お百の参りだ。いいか、その枷があるからこそだな。また失敗した時はそうやって精進していくのが自分ルールだ。たとえ半分しか走れなくても努力は努力。パパ。ガイ、応援ありがとう。パパ、今のは応援じゃなくて。だから試験に。いいか、ガイ、青春に後ろ向きはない。俺のように短所が分かれば長所が光る。パパは嬉しいぞ。パパ、本当は強がって。短所も長所になる。猫みたいな人？どう長の人は？万年下人がよくやるぜ。おう、応援ありがとう。たく、いい年して何が青春だってのよ。って。パパを二度とバカにするな。パパの悪口一回言ったら5発。
ぶん殴る。自分ルールだ。面白い。みんな言ってるぜ、芸人じゃねえ、芸人だってよ。悪口2回言ったな。父親のことここまで言われて一発も殴り返せないとは。なぜあんなことをした？パパはどうしてそんな前向きでいられるの？ん？じゃあパパが死ぬ時も終わらないって言うの？何言ってるかい？そんなの死ぬまで信じて強い奴に勝てる保証はないじゃないか！本当の勝利ってのはな、強い奴に勝つことじゃない。僕は勝ったらパパの言う精神を守り抜きたいなったんだ。人の人生を決めるというものは何度経験してもなれぬものだ。パパ！ガイル！息子の努力が報われました。ありがとう！分身の術。まあ最初はそんなもんだろ。畑かかし、次はお前の分身を見せてくれ。前に出て。さすがは佐久間さんの息子。天才という人は本当にいるんだね。前に出てきなさい。はい。じゃあ分身の術を。分身の術。あんなやつ関係ない。公約集できなかったら、逆立ちで公約集だってできなかったら、弓立て公約集全部できてねえってことじゃねえかよ。必ず努力は報われるんだ。カモン！なのになぜ勝負を挑まぬ？あいつは天才で、僕なんか負けるに決まって。皇帝公約集できなかったら、カカシ君に勝負を挑む。応援ありがとう。496。いける。公約集できなかったら、498。公約集またやった。500回、500、4回。やるな、あいつ。755回、700。そうか、まだカカシ君との勝負ができぬが、これもお前の長所が輝きすぎるからいけないのだぞ。今度はこの山の登りより500回に挑戦だ。そのと、天才が努力したら勝てるわけないじゃないか。でも努力だけは負けたくない。あの子がカカシ君か？うん。父さん間違っていたぞ。願掛けでもいいじゃないか。気になるんだろう、あの子のことが。固定個選手できた。僕はカカシ君に勝負を挑む。頑張れ、我が息子よ。345。1507。まだ青春が後ろから追いかけてくるぞ。2849。僕は君と勝負がしたい。負けない。5000。おめでとう、ガイ。どうだい、俺と青春をかけた熱い勝負をしないか。技術ならお前に負けない。この発展部行くぞ。あいこでしょ。そう一生青春という名のアカデミーに居続けます。応援ありがとう。あ、ちょっと。
高く大成功すごいだろう。でもそれが父さんの青春なの。この第三次任海大戦の戦況によって、だが縁あって皆とチームを組んだからには。申し訳ありません。もう絶対間違えません。もう外すしかないよ。そればかりは。何卒勘弁してください。どんな任務でもこれまで以上に一生どうかどうか。あんな恥ずかしい真似までして、そうやってお前を育ててきたんじゃないの。俺はお前の親父さんほど。本当の勝利ってのはな、強い奴に勝つことじゃない。父さん、はい、立派になったな。いいか、よく見ているのだぞガイ。八幡遁甲、禁術の一つだ。父さんがこんな技を、いつの間に。下人の俺が日々修行し、つまりこれは父として唯一お前に伝える技。お前は確かに立派になった。自分ルールだ。自分ルール。父さん、チャクラが指紋の点結に向かっているな。父さん、第八指紋。そんな、あれって霧の忍び方の七人衆じゃ。おや、かすかだが刃こぼれにありやがる。なんて動きか間に合った。父さん、父さん、相手は町人連中で、しかも忍び方の七人衆だぞ。自分ルールだ。今こそ対八幡遁甲の陣。なんてことを。赤い蒸気。確かにそうだ。だがただ朽ちて落ちるわけではない。赤道を